レゴランドディスカバリーセンターは世界23カ国で104のアトラクション施設を運営するエンターテインメント企業マーリンエンターテインメントによるレゴブロックをテーマにした屋内型アトラクション施設で規模が3000平方メートル前後とより小規模な屋内型のレゴランドである2007年にドイツベルリンのソニーセンターに設けられたのが最初である 続いて2008年に同じくドイツのデュースブルクに設置されたが、2013年に隣接するオーバーハウゼンのセントロそばに移された。その後、シカゴ郊外のシャンバーグ、アトランタ、ダラス郊外のグレープバイン、カンザスシティ、ニューヨーク郊外のヨンカーズ、ボストンなどアメリカの旧都市、イギリスのマンチェスター、カナダのトロント郊外のボーン、そして日本の東京、台場に設置され、 2015年の春には大阪に国内2カ所目となる LDC 大阪が設置された。同年トルコのイスタンブール、2016年に中国の上海に設置され、2020年9月、現在世界9カ国に27の LDC がある。2歳以下は無料、3歳以上は有料で子供料金の設定はない。発行施設のみ有効の年間パスポート、 4名以上のファミリー年間パスポートがある。子供のみでの入場不可、大人のレゴナイトなど特別な場合を除いて、大人のみでの入場も不可となっている。アメリカ合衆国かな大ギリスドイツオランダトルコ日本、中華人民共和国オーストラリアレゴランドディスカバリーセンター東京において、2018年4月21日に全員が、 聴覚障害者である家族とその子供の友人がセンター側及び事業主体のマーリンエンターテイメンツジャパンの不手際から聴覚障害を理由に入場を断られていたことが判明した。ありがとうございます。